まずは大塚愛さんのさくらんぼからお聞きください。どうぞ。私さくらんぼ手帳を開くともう2年経つなって、やっぱ実感するね、なんだか照れたりするね、そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです。泣き泣きの一日、自転車の旅や楽器やら忘れない、だって女も笑顔咲く、君と繋がってたい、もしあの向こうに見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せな作業場つけ